皆さんこんにちは。京都府立医科大学泌尿器科の鴨井和美です。本日は前立腺癌診断の進歩、M. R. U. S. フュージョン政権についてお話しさせていただきます。本日のお話の内容ですが、まず前立腺癌診断の手順。そして M. R. U. S. フュージョン政権。最後に癌の極在に応じた最新治療についてお話しさせていただきます。 まず、前立腺の位置ですが、前立腺は男性の膀胱の下にあるくるみ台の器官であり、中に尿道が通っています。前には恥骨があり、後ろには直腸があります。前立腺がん診断の流れです。まず、スクリーニング検査として、血液検査である PSA の測定、直腸診、軽直腸的超音波診断があります。 そして確定診断のために前立腺生検があります。さらに病気診断として MRI や CT、骨神値グラフィーといった検査を行います。ここで前立腺生検ですが、えー、エコーガイド下に前立腺組織を採取しがん細胞の有無を確認します。MRI は画像でがんの真順度を見る検査です。次に PSA について、詳しく説明させていただきます。前立腺特異抗原、PSA は、前立腺が産生するタンパクであり、癌に限らず、正常の組織も産生しています。主に、精液や尿中に出て、精液を液状化する働きがあります。がん化すると、既定細胞層が欠損し、PSA が血中に漏れやすくなります。PSA にも欠点があります。 PSA は前立腺に特異的であっても、前立腺がんに特異的というわけではありません。正常の範囲を超える p s a 4グラ g パーミリリットルにおける整腱のがん検出率は約20%から40%であり、逆に6割以上の方は不必要な整腱を受けていると言えます。前立腺がん検出の感度は約70%から80%であり、残りの方はがんが見逃されている可能性があります。 前立腺生検は確定診断のための検査です。前立腺の組織を採取し、がん細胞の有無やその悪性度などを調べます。まず直腸から超音波プローブを挿入し、軽直腸的または経炎因的に整腺心を挿入します。前立腺の中で変異域は前立腺がんが発生しやすい部位で、移行域は肥大症が発生しやすい部位です。 前立腺全体をカバーするように分割整形が行われます一般的に外来通院もしくは一泊二日の入院で局所麻酔または腰椎麻酔科に行われます前立腺整形によってわかることはまず前立腺がんがあるかないかそして癌の悪性度ここではグリーソン分類が用いられますそして前立腺がんの広がりですグリーソン分類は 1>, 1から5の5段階に分けられますが、点数が高いほど悪性度が高いということが示されます。新しい前立腺癌診断の流れを説明します。まず、きっかけとなる症状、検査所見、検診、人間ドックを通じて、直腸心、経直腸的超音波検査、血中 PSA の測定が行われます。MRI は、癌病巣を効率に病出する能力があり、 前立腺生検前に行われることによって、正確な整形が可能になります。前立腺癌と診断された場合には、病気診断のための CT や骨心地グラフィーが行われ、最適な治療選択が可能になります。京都府立医大泌尿器科における前立腺癌診断効率について説明します。上段は、MRI 検査を用いた場合の検出感度で、 前立腺がん全体の中で MRI 検査陽性は87%に認められます。超音波検査の場合は、がん全体の中で超音波が陽性となる感度が42%であり、触診は23%、明らかに MRI 検査が優れていることがわかります。従来の MRI 標的性検は、MRI で得られた情報のうち、がんを疑わせる場所を異常部位として認識し、 経営的超音波ガイド下に標的を尿道や前立腺被膜との距離から累推して戦死この方法では小さな標的は戦死が困難でした前立腺政権は超音波を用いて組織を採取する方法ですが癌が疑われる場所から正確に組織を採取することが困難でした癌結節の検出能は MRI が超音波よりも優れており 整形時に MRI の画像を超音波画像に融合することが望まれていましたそこで新しい整形法として MRI-US Fusion 整形が生まれました MRI-US Fusion システムはまず MRI で得られた表面の情報と超音波で得られた表面の情報を合わせることによって前立腺がんの相対的な位置を表示することができるシステムです 我々はフランスコエリス社のウロステーションという機械を用いています。MRI 情報は、三次元超音波画像と同期して表示され、整検前には、より精密な整検部位の計画と狙い撃ちを可能にします。整検後には、病理組織の結果を踏まえた癌病相の病室と、それに基づいた治療計画の提供が行われます。MRIUS フュージョン整検を教覧します。 まず、MRI 画像より前立腺の輪郭をトレースします。次に、がんが疑わしい場所をマーキングします。超音波の前立線 3D 画像を獲得します。 超音波画像で前立腺の輪郭を同定します。MRIUS 融合画像が表示されます。超音波を見ながら標的整形が行われます。 政権経路は立体的に表示され、前立腺のどこから政権が行われたか後に確認することができます。従来の MRI 標的政権による診断効率は、 感度87%でしたが、MRUS フュージョン政権による診断効率は感度98%、陽性的中率96%で、診断精度も95%に上昇しました。結果として、不必要な政権を減らし、再政権の必要性を少なくする効果があると考えられます。京都府立医大泌尿器科での前立腺政権の変遷を示します。 2009年から2013年まで、1年ごとのデータが示されています。政権前 MRI 施行率は、2009年の36%から2013年の91%に増加しています。MRUS フュージョンバイオプシーは、2011年の半ばから開始されました。それによって、前立腺癌全体の検出率は約50%程度から、 78%まで上昇しています。おとなしくて治療しないでよいがんを除いた意義のあるがんの検出率は赤で示されていますが、当初38%程度から73%まで上昇しています。当院で2回以上の政権が行われた再整権率は2009年の26%から2013年の14%にまで減少しています。 新しい前立腺癌診断をまとめますと。前立腺癌の病室には M. R. I. 検査がまず有用であること。M. R. I. U. S. フュージョン政権で効率よく前立腺癌が,が診断できること。そして。再生権の必要が減り。患者の負担が軽減することが挙げられます。前立腺癌の治療方針について説明します。原曲癌、局所進行癌、進行癌と。 病気が進むに従って、治療方法の選択が変わります。限局癌に関しては、手術や放射線療法といった根治治療が用いられます。進行癌に関しては、主にホルモン療法といった薬物治療が用いられます。限局癌の中でもおとなしい。癌に関しては無治療経過観察が選択されます。その中で前立腺がんの場所、そして大きさ。 癌の悪性度を正確に示す前立腺内の地図というものが非常に治療の参考になります最近では前立腺全摘除術の際にダビンチロボットを用いたロボット支援前立腺全摘除術が行われています我々の施設では経直腸的超音波と 3D キャンサーマッピングを用いてより正確な手術を目指しています 画面下左側の経直腸的超音波像で術者に画面の裏側の情報を提供し、より安全な手術ができるようになりました。画面下右側の 3D キャンサーマップはどこに癌が,があるかの情報を術者に提供し、癌のある場所では拡大切除、癌のない場所では前立腺の周囲の組織を十分に温存する。 切除術が行われます術後の尿筋性を保つために前立腺腺部ではなるべく機能的な尿道の長さを温存することを心がけています癌の大きさと場所による最適な切除ラインの設定によって 最大限のがんのコントロールと術後の排尿及び性機能の温存が可能になりましたこのような統合ナビゲーション手術のがん・断単陰性率に及ぼす影響を示します統合ナビゲーションを用いることによって外科的切除断単の陰性率が上昇していく様子がわかります前立腺全的術後の尿菌性の比較を示します青で示された 3D キャンサーマップなしでも 赤で示された 3D キャンサーマップありの群でも、6ヶ月の時点では約90%の症例で、0から1%パト以内の尿菌性が保たれています。1ヶ月から3ヶ月の短期の尿菌性は、若干 3D キャンサーマップありの方がいいようです。例えばこの症例では、前立腺癌の中で非常に限られた場所にのみ癌が見つかっています。 もしかするとこのような症例では前立腺を全部取らなくてもいいのではないかというようなことから前立腺がん極小療法といいうものが考えられています。例えば前立腺内に小腺炎を埋め込む治療がありますが我々の施設では非常に限局した範囲にのみ小腺炎を打ち込むウルトラフォーカルであるとか前立腺の半分だけ小腺炎を打ち込むヘミフォーカルであるとか 癌のある場所に重点的に小線源を打ち込むフォーカスとの小線源治療というものも行うようになってきています。以上をまとめますと、詳細な MRI 評価と正確な標的整形によって前立腺癌診断における過小な診断と過剰な治療の問題を減らす効果が認められました。3D キャンサーマッピングの臨床応用は原曲性前立腺癌に対する 最適な治療方法の選択と治療効果の向上に貢献する可能性があります。ご静聴ありがとうございました。